割と最後勘になる可能性が高いと思うんですよ、もう悩んでる時点で。だから悩んだ結果間違える可能性も高いし、悩んだ結果あったとしてもそうになる可能性も高くなっちゃうわけですよ、悩んでる時点で。なるほど、うん、だから、ね、なんたら、はい、武田塾チャンネル。まあもう本当に直前期じゃないですか、はい、でいろいろ直前期の勉強とかも話してきたんで、 この後来る質問って何かって言ったら、当日どうしたらいいのみたいな。当日、入試当日。そうそうそう、はい。どういう心持ちで、どういう気構えで挑んで、どう対処していけばいいのかということをですね、話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、続いてですね、5個目になりますが、捨てる勇気を持とうという話なんですけど。捨てる勇気。うん。わあ、ちょっと、怖いですね。勇気いりますね。まあ、あるあるとしては、はい、国語や英語の選択肢2択で迷って悩んで、そこで時間使ってタイムオーバーっていうパターン。あー、でね、辛い、うん、これは絶対ダメだって自分言ってるんですね、はい、なぜかって言ったら、はい、仮にその問題が当たったとしてですよ、悩んでね、時間使って後ろで1問解けない問題が発生したら差し引きゼロになるんですよね、はい、解ける問題で、しかも今悩んだ問題よりも楽だったかもしれない問題を解けなくなる可能性があるわけです。だから解いてない問題を残すっていうのは基本的にダメなんですよ。見た上で解かないって判断した問題ならいいんですよ。だけど見もしないまま、もしくは時間切れギリギリのもうパニクってる状況、焦ってやってる状況にしかこう残せなかった問題っていうのはもうほぼ解けないわけですよね。そうですね、うん、はい、実はこっちの方がちょっと解きやすかったっていう。で、悩んだ問題っていうのは悩んでる時点で正解率がかなり低い問題だと思うんですよ。じゃあみんなもあまり解けてないっていう、まあ、ですか。そうかもしれないし、個人の、はい、まあ、実力の問題かもしれないけど、はい、だけど要はね、あのその問題にかけた時間のに見合ったリターンがもらえるかどうかって言ったら、割と最後勘になる可能性が高いと思うんですよ、もう悩んでる時点で。だから悩んだ結果間違える可能性も高いし、悩んだ結果あったとしてもそうになる可能性も高くなっちゃうわけですよ、悩んでる時点で。なるほど、うん、だから、ね、だったら、はい、残ってる問題だから解けそうなのを解いた上で一旦捨てて保留して先進んで全部解いて、はい、残った時間で解く時間があんなら解けばいいんじゃないのって話なんですよ。一番なんかスマートな感じですよね。だから一旦全部通して悩んだ時点で、これはにも今悩んでても変わんねえな、もう正解率下がってんなって思って一旦置いといて、で先の問題にどんどん進んでって一旦最後まで走り切ろうと、はいはい、で保留問題とか後で見直すのは怖いなって、例えばマークシートだったら問題番号にちょっとチェックつけておくとかね、うん、そういうのでちょっとすぐに見直せにしとくとかして、とりあえず解けそうなとこ一通り見て全部解いた上で余った時間で頑張れば時間かければいけそうかなって問題を解けって話なんです。捨てる勇気というか、トータルの点数高くなれるように挑めってことなんですよ、入試の戦略としてね、うん、もう一つのところにとどまらないで、うん、全体的に取っていくと、うん、その問題に解くために2問分の時間使ったら結局損してるからみたいな。そうですよね。そう、結局はそうですよね、損してますよね、うん、だから捨てるっていうところまで行くのが難しかったら、はい、保留っていう意識で、ね、一旦捨てみたいな一旦ステイして保留して、先進んで余った時間でやろうみたいな。分かんない問題出てきたら一旦ステイ、そう、一旦保留保留、はい、で、まあ、その意識がすごく大事って、まあ、重要ですね、ここも、うん、はい、そう、まあ、この辺りがまあ本番に挑んでいくよりですね大事なことになります。はい、はい、して、ね、まあ、この後最後になりますが、はい、まあ、精神面の話をしていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、
チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。